はい、ということでね、今日の動画は、途中途中寄ったサービスエリアとかお土産屋さんとかね、泊まったホテルとか素敵な出会いについてね、お話ししていこうと思います。この宝塚北っていうサービスエリアなんだけど、めちゃくちゃ綺麗やった。ほんで中にこういうねドーナツ屋さんがあったんだけど、めちゃくちゃうまそうでしたね。で一応ねお土産買ったんだけどね、自分では食べてないからね味わかんないんだけど、超美味しそうでした。でサービスエリアなのにこんなね、なんかこう自然が広がってるねサービスエリアがあったね。ちょっとどこかね忘れちゃったんだけど、ワンちゃんがねすごい楽しそうに走り回ってましたね。なんか1500キロぐらい移動してるんだって一緒に。で次ね、この港南っていうところなんだけど、ここでねなんとねヒッチハイクをしてる人に声かけられて、なんだかんだ一緒に500キロぐらい移動したのかな。で晩ご飯も一緒に食ってみたいなね、なんか不思議な感じでしたね。元気してるかな。でその帰りなんだけど、ホテルをね何も取ってなくて適当に取って入って、ここねレストランの受付なんだよ。俺それ知らなくてフロントだと思って行ったら、あフロントあちらですって言われて、めちゃくちゃ恥ずかしい思いしたっていう。で玄関がこんな感じか、うん、こんな感じだったわ。もうなんかね、もうどうしていいか分かんないよね。もう田舎も丸だしみたいな。でね中がむちゃくちゃ綺麗だったの。なんか知らんけどさ、こんなとこ階段あるんよね。何に使うんだろうねと思いながら。で余談なんだけど、そのヒッチハイクしてきた男の子はなんか日本一周するんだって。なんかだから九州に来たらね、また会えるかもしれない。ちなみにフロントこっちだったわ超恥ずかしかったもんねマジで。でね、なんとね驚くことにね、ホテルの中にね噴水、そう噴水みたいなのがあった。めちゃくちゃおしゃれだよね。でもなんか掃除大変そうだなーとかっていうのもね、ちょっとねこう気になったりしちゃったわ。で高速乗ってたらね、ちょっとこれナンバーとか隠すんだけど、プリウスミサイルがいましたね。すごい、もう危なかった。しかもこの人あのタッチションしてたもんね普通に。で最後にね、走走行距離なんだけど、往復がね2000キロを超えたということで、まあ機会があったらみんなも長旅してみてください。じゃあね。